エマ様からのご指示があります。エマ様連れてきました。お前たち、そこに並べ。はい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 、一人一人罪を述べよ。罪？罪？罪？がありますか？趣味？趣味？白髪夫婦。あ、はいはい、罪です、罪です。あ、罪、はい、罪です。罪だ。はい、私白髪吹雪の、罪はそうですね、最近ちょっとお腹がプニってきた気がしますので、ダイエットをしようと思っていたんですけども、お昼ご飯思いっきりパスタ食べました。すいません。かわいい罪。ごめんなさい。暴食の罪。暴食。すいません、すいません、控えます。おー、神みよ。はい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 、お神です。お前の罪は何だ。あ、はい、泥棒建設で、お金をいっぱい儲けるためにお金を儲けるシステムを考えました。強欲の罪。強欲の罪です。強欲だ。風間いろは。風間殿も罪が。いろはは何を。風間は今年の夏祭りはそのマグマ使ってないからいいかなと思ったんですけど、高所からたくさん落ちて死ぬアスレチック作っちゃいました。すいません、今ごめんなさい。落下の罪。落下の罪。落下の悪魔かよ。エンマ様、お連れしました。これだ、おっぱい。おい、お前らの罪を教える。皆様が犯した罪。はいはい、何告白しなさい。ソラ先輩の団子をソラパイと言ってしまいました。色欲の罪。色欲の罪。うん、お許しください。犬神コロネ。はい、あ、罪？泥犬に入ろうとしています。罪じゃねえよ。罪じゃねえよ。ちょっと、え？ぬすっと、ぬすっと、ぬすっとの罪。猫はあった。おちょっと、ちょっと噛んだ。言いづらかったかな。うん、はい、僕はソラちゃんがフリー団子を売っている中で、うん、ミルクがあったので、ミルクを、ソラのミルクを取って、ソラちゃんにそれを本人に伝えたところ、うんみたいな感じで無知主張を楽しんでしまいました。色欲。色欲の罪。ブチギレられた。ウサガペコラ。はい。お前の罪を述べよ。私の罪でございましょうか。いっぱいありそう。そうですね。この人生生きてきて110万年、いろいろと、まあ、いたずらもしたりして、まあ、いろんな人を驚かしたことが私めの罪なのでしょうか、エンマ様。傲慢の罪。傲慢の罪。傲慢の罪か。傲慢強欲の罪ですね。シロボンさん。はーい。罪？態度が悪い。あ、すいません。怖い。すいません。怒られた。怒られた、怒られた。罪か。まあちょっと実家に帰らなさすぎて。実家に帰らなさ。リアル。そうですね。あの父親の死に目に会えなかったことですかね。怠惰の罪。悲しみの罪。怠惰の罪らしい。
スも聞いちゃってるよ、エマスも聞いちゃってるよ重すぎた、ちょっと重すぎた。お闇とは、はい、私の方は悪いことは一回もしたことありませんね。地獄に落ちるお前、エマスの前で嘘つきの罪、地獄行きだ。罪人どもの前へ進みなさい。連れてきました。すごい、あ、これ5円も、あ、すごい、入った、え、すごい、お前たち一人一人罪を述べよ。時の空、お前の罪は何だ。なんでしょうね。じゃあ敵だねって言葉でみんなをビビらせることですかね。エンマ様も敵ですか。強強敵。お前は地獄行きだ。恫喝の罪。地獄。角巻き渡め。エンマ様、はい、敵になっちゃった。強く出たの。お前の罪を述べよ。悪くないよねと言いながら結構いろんなことをやりたい放題やっています。傲慢の罪。何を笑っている。怒ってる。悪くないよね。悪意こより。最近何でも爆発で解決する小百合ちゃんと言いながら、とりあえず爆発させればいいだろうと思い、多くのものを爆発させてきました。でも悪くないですよね。爆破の罪、破壊神の罪。悪くないよね。破壊の罪。悪くないよね。ね。エンマ様お連れしました。お前たち、お前たちの罪を教える。レイジオリ、あ、私の罪、最近、いっぱいメンバーと結婚しました。ごよ、色欲の罪、うん、多重婚の罪。アーニャメルフェスタ、お前の罪を教えろ。私の罪は、マイクラをあんまりやらないことです。ライダの罪。大空翼。これお前の罪を教えろ。罪？え、なんだと思う。スバルの罪、ルナ。スバルの罪？うん。スバルの罪は、なんだろう。優しすぎるところかな。なんだよ。ねえ、なんだよって、だってそうじゃん。出てのスバルの罪は盛りすぎてしまうことです。でも優しすぎるという罪もあるみたいです。姫盛りルーナ、怖い怖い。お前の罪を言え。ルーナの罪何。姫可愛いところじゃない。いや、じゃあないんだよ。可愛いってなんだよ。めちゃつきめちゃつきやばいやばい、キレてる。ちゃんと言った方がいい、ルナ。二人とも地獄行きだ。やばいやばいやばい、勝ち切れても。はい、